杉谷拳士はさよならだを放った際、チームメイトからの祝福が手荒すぎて、もはやリンチ状態になっていた。杉谷拳士は右打席で本塁打を打った後、次の回にも左打席で本塁打を打ち、1試合で両打席本塁打という史上19人目の快挙を成し遂げた。選手を引退した際は多数の芸能事務所からオファーが殺到したが、スポーツビジネスをやりたいという理由で独立をした。杉谷はリアル野球版での振る舞いが面白すぎるので、野球の上手い芸人、シーズンオフの三冠王、などのあだ名が付けられた。先輩の斎藤佑樹にロッカーの片付けを頼んだところ、勝手にお気に入りのカバンをカンボジアの子供たちに寄贈されてしまった。新庄が日ハムの監督に就任した際、シーズンオフ中のテレビ出演禁止を通告された。日ハムが杉谷をドラフト指名した理由は、技術はプロレベルではないが、性格はプロレベルの選手が通用するかの実験がしたかったから。